当時は全くうんともすんともだったんで、はい、まあその、やっぱりそれもちょっと考えたんですけど、はい、まあ、うんと、やっぱりインターネットの普及と動画を配信個人のレベルでできるとか、うんうんうん、あと昔のゲームも遊べるようになったっていう環境の中で、まあみんなゲーム見る目が超えてきてて、いろんなゲーム、うんうん、見ていて、うんうん、まあなんかそこで引っかかる人がいたんだろうなっていうのがあって、すげえ時間経って、意外とちゃんと見てくれる人いるなっていうのは、うん、まあ当時は本当泣かず飛ばずでしたけど、うん、まあそれは良かったかなって感じですね。